うわ、熱っ。はい、皆さんこんにちは。ひなです。たかです。キムオーグです。はい、ということで今チャイナにやってきました。北京です。ウクライナから北京にね、直行便で飛んできました。暑いです。めっちゃんこ暑い。信じられないくらいもう夏の暑さ、ジメジメしてるし、まあ日本の夏って感じだよね。中国も日本も変わんないんで、一緒35度以上ぐらいあって湿気も 80% ぐらいあって、明後日から日本だからもう慣れた方がいいよね。めっちゃ不快なんですけど、ちなみにチャイナの様子はこんな感じ。トゥクトゥクも走ってるわ。それでしょ、めっちゃ暑いんだけど、サウナなんだけど、周りの景色ががっつり中国。これとかめっちゃ中国っぽくない？すごいな。なんか今までさ、ドイツとかキエフとかヨーロッパの中にいたから、すごいこのアジア感が新鮮っていうか、すごい綺麗に感じる。久しぶりのね。この提灯とかもめっちゃ中国だよね。美食って書いてある。ちょっと暑いんで建物の中に避難します。あ、涼しい。やばい、天国や。今ね、めちゃくちゃ広い遊歩道みたいなところに出てきて、両サイドにねショッピングストリートみたいになってたね。で、これずっとまっすぐ行くとちょっと目の前にもう見えてんだけど、天安門広場、ちょっと今からねそこに行こうと思います。で、今日はね、ちなみに日曜日だからね、人が多いですね。ヨーロッパとアジアの文化の差なんだけど、ヨーロッパって日曜日ね、ほとんど人誰も外歩いてないんだけどね、やっぱアジアに来るとね、日曜日はみんな家族とかでね出かけるんで人が多くなるよね。だから真逆だよね、ヨーロッパと。暑いよ、それにしても死ぬ。やばいよ、マジで。めっちゃでかい。はい、ようやく今ね、天安門広場に入ってきました。めっちゃ広いっす。今これ見せてるこっちの裏側にもあって、この建物の後ろにも続いてます。なのでめちゃめちゃ広い、世界一広い広場なんだって、天安門広場が。で、ちなみに赤いフラッグがいっぱいあるんだけど、あれは共産党の証かな。めっちゃ中国って感じなんだけど、中国って感じ。でもね、めっちゃ綺麗です。まあ、街中はね、ゴミとか落ちてるんだけど、こういうね、公共の場、強行の場、ちょっと待って、熱い、熱い、熱い、喋れない、頭が働かない、やばー。ちょっとね、奥まで行って、この天安門広場のね、奥の方に紫禁城っていうね、また有名なやつがあるんで、ね、そこまでちょっと歩いていこうかなと思います。やべーよ、熱中症になるぜ。この建物、見覚えがある人多分多いと思いますけど、天安門広場の象徴的な建物かな。で、あの真ん中に写ってるのが毛沢東さんだね。中国建国、毛沢東です。てなわけで、引き続きもっとね、奥の方まで歩いていきます。ちょっと体力が続く限りね、歩いていこうかなと思います。36度、顔めっちゃ赤いよ、レナ。ゆでだこみたいになってるよ。本当にゆでだこの気持ちだ。私はゆでだこはどういう気持ちか分かったよ。かわいそうよ、ゆでだこ。そうだね。ちょっと今ね、道を渡るために地下に入ってきたんだけど、周り見たらね、分かる通りみんな休憩してます。すごいね、マジで大きいんですけど。ちなみにね、ここに中国の国旗と、もう一個、ちょっとどこの国旗か分かんないんだけど、皆さんどこの国旗か分かりますかね。ちょっと僕ら分かんない。これです。分かる方いたらなんかコメント欄で教えてください。これが毛沢東さんですね。めっちゃ綺麗。
マップ見っけたよ。今ねここにいるんだね。そこにいるんだけどめちゃめちゃでかいんですけど、で途中途中にねいろんな門があります。なので見どころはあるんだけど、どこまで行きますか。これ途中に出れるエグジットとかあんのかな。見て見てみんな、中国のなんだろうね、伝統的な服かな。すごい可愛いんだけど、みんなみんなめっちゃでかいよ。なんか中国の建物全部でかいんだけど、すげえ。あれ多分こっから先はチケットがいるんで、ちょっとあっちで最初チケット買ってから奥まで入っていこうかな。マジで？ちょっと皆さん今ねチケット買って入ろうとしたらソールドアウトって言われちゃいました。今なんか入り口近くに QR コードがあって、これスキャンするとなんかオンラインでチケット買えるっぽいです。メンテナンス中らしい。今ねチケットをね QR コードから買おうとしたらシステムがメンテナンス中らしいです。めっちゃアホじゃない？この昼の時間にメンテナンスするの？頼むわチャイナ。でさっきのねゲートの女の人はなんかソールドアウトって言ってたから、多分ね本当にもう売り切れちゃってるのと思う。今日の分が日曜日だからね。そうだね、今日日曜日なんで、もし皆さん来る場合はね気をつけてください。なんかチケットカウンターで買えると思ったら、日曜日とか混んでる日はもしかしたらソールドアウトしちゃうかもしれないんで、事前にねネットとかで買っといた方がいいかもしれないです。ってなわけで多分ね今日は入れないかな。まあまあまあそんな深い思い入れもないし、グッバイチャイナ。なんかみんなが下にね紙を並べてる。今公園に入ってきたんだけど、なんかみんな紙並べて結婚相手を探してる。あ、そうなの？これ？え、自分の情報を紙に書いて下に置いて待ってるってこと？誰かが話しかけてくれるまで。めっちゃ受け身やん。そんなんで見つかんないでしょ。本当にめっちゃ紙置いてあるよみんな。すごいね、初めて知ったそういう文化。そうだね、面白いねこの文化。若者が多分みんな Tinder を使ってる。若者はネットでねアプリで彼女を彼氏を見つけ、中高年は公園に紙を置いて結婚相手を見つけるという中国の文化です。マジで初めて知った、知らんかった。ちょっと皆さん面白いもん見つけたんでちょっと紹介します。あそこにある車わかります？車好きの人だったらわかるかもしれないけど、ゲレンデワーゲンっていう、まあ、ベンツの G クラス、実はあれベンツじゃなくて中国の自動車会社が作ったパチモノなんですけど、マジでゲレンデなんだけど。前は全然違くね。まあちょこちょこ細部を見るとやっぱ違うけど、雰囲気マジでゲレンデ。中国のコピー力にはあっぱれです。マジですごい。 OKOK OK シェイシェイ。暑い。はい、というわけでね、危ない危ない、引かれますよっていうことで今ね、もう帰ってきました。本当だったらね、もう一個ぐらいなんか建物見に行こうかなと思ってたんだけど、ちょっと暑いし、レナのね顔がゆでだこになって死にそうなので、もうね今日はちょっとホステルに帰ってゆっくりしようかなと思います。ということでね、明日はね北京といったらね万里の長城ということで、朝からねツアーに参加してね万里の長城に行くんで、興味がある人はねぜひ次の動画もチェックしてみてください。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。中国といったら万里の長城にやってきました。はい、見てこれめっちゃ続いてるんだけど、ここの万里の長城がずっと山のね3時間ぐらいかけて万里の長城を登っていくらしいです。ハイキングです。見てみんな、まだ果てしなく続いてんだけど、誰だよこんな長く万里の長城作ったやつ。登る人のこと考えてくれよ。